ありがとうございます。ね、いいぞ、ね。さあ、ね、もう時間がちょっと流れ少なくなっちゃったんだけど、ちょっと宣伝させてください。田村まさかは音楽家です。ね、いや、本当知られてるのはね、どっちかというとモノマネの方で知られてるんだけどね。あの、アルバムがね、10枚出てるんですよ。これね、実は音楽家としてね、そこそこ大したものなんです。ね、知らなかったでしょいや、いいんですけどね。あの、このアルバムの中にね、オリジナル曲が結構ありましてね、まあ、それをちょっと1曲か2個か聴いていただけたらなと思うんですけどね。まずね、優しい感じの曲です。G スプリング、聴いてください。ありました。ヒントをもらったことがあってね、すごく反応のいい関西からの男性のお客様ね、もうこのソファをぐぐぐっとかぶりつきで聞いてくれて、お客さんありがとうね、 CD あるよって言ったらね、お客様笑顔で CD いらん当時はさ、 CD しか売ってなかったからね、なんだろう、いや CD いらんからオカリナが欲しいって言うですね。いや、それはね、私それはね、ピアノ弾いててね、あ、そのピアノいいね、一個ちょうだいってね、そんな人いるわけないですよね。だから楽器を売るなんて考えてもらわなかった。だけどその人のヒントのおかげでね、まあちょこちょこっと売るようにしたら、ちょこちょこっとまあお借りのを始める。だけどまあこれちょっと買ってくださいっていう話とまたちょっと違うんでね、お客様に、お借りのを通して楽しんでもらいたいなっていうことで、ちょっと知恵を預けます、はい。楽器屋さんに行ったら7000円ぐらいで売ってるからね、それで買う時の注意、これは陶器焼き物です。成形が非常に難しい材質なんですよね。音痴です。だから くじ引きみたいなもんでね、3個ぐらい5個ぐらい買ったら当たりがあるかもしれない、ね、それじゃ困るよね。だからね、どうするかって言ったら、買う前にお店の方にね、音痴じゃないやつを選んでくださいっていう、ね、それだけ値段じゃないから、もう安いの7000円ぐらいからあるし、高いのでもせいぜい3万円ぐらい、ね、身軽な楽器だからやったらいいです、ね。それだけ注意をお伝えしておきます。これ私が売ってるのはどういうことかって言ったら、まあ、今やりたい、ね、それから安く買いたい、それと音痴じゃないやつを買いたいって、ね、私は調律してるんですよこれ、ね、だからそういう意味で売ってるっていうだけの話だからね、まあ、お客様はお店に行って音痴じゃないやつを選んでね後から言うのは大変だよ、ね、心の優しい人はね、後からもう言えなくなっちゃうんで ね、だからそうなる前に言っとくのがいいと思います、ね。さて、もう一曲ぐらい付き合ってください。
夏の終わりのセレナーデ、はい。私も YouTuber の端くれですからね。それで4年に1回ぐらいでいいからね、見て。それで結局ね、オカリナのシーン、それからピアノのシーン、それから吉田拓郎さんが好きでね、吉田拓郎さんの歌もやってるし、それとかテレビに出たシーン、テレビに出たシーンはね、あんまり載せちゃいけないだけどね、ローカル局なんかはね、まあいいんじゃないかなっていうプロデューサーが言ってくれたらね、ちょろっと載せてます。偽物ですってやってますまあ。それがね、割とね、見られてるね。まあ、そういうわけで、そんな格好で応援してください。そしたらね、お客様がニューヨークから来た人でもさ、ね、ずっとつながっていられるからね。ね、今日来てくれてありがとう。ね、誰もいなかったらさ、ちょろっと練習して風呂入って帰る。よかった。よかったよ、本当に。ありがとうね、うん。本当に感謝します。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。まさかさに似てる。